どうもお疲れ様ですよ石さん、まあ、言葉の定義をいろいろ考えていくとねあの自分の展開力っていうのが広がっていって、まあ、非常に頭のトレーニングになるなっていうことがありますね。で反面ですね人っていうのは何か一つの定義を締め出されて示,示されてねそれに納得するとその定義から抜けられなくなるってことがあるんで定義っていうのもね、うんまあ、その蓋然性が一番強いっていうことであってその他の定義もいろいろ考えられるよねっていうふうにしていった方がいいのかなと思います。 まあでもね、過去の経験をもう今に生かし、そして未来につなげる。まあこの繰り返しじゃないかなと思いますよね。過去の一点で思ったことや経験したことを永遠にね持ち込んじゃう人っていますよね。 うん、やっぱりこう小学校の時にこんな目にあった中学校の時にこんな目にあっただから50になっても今こうなんだっていうふうになっちゃうともうなんかねすごく柔軟性の乏しい思考とか人生になりそうなんであ過去はこうだったけども未来は違うよねっていう風うな別の解釈を用いることによって自由度を持たしてあげたいかなというところですねじゃあ今日も自由に生きていきましょうか、うん、いってらっしゃい